アシュリー・ジョン・パーマーは、イングランド・ポンテ・フラクト出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。ストックポート・カウンティ・ FC 所属。最初バーンズリーのユースチームに加入したが、2009年2月に放出された。その後、スカンソープ・ユナイテッドのユースチームに加入し、そこではチームのキャプテンにもなった。2010年6月に、初めて年俸制でプロ契約を結んだ。 2011年8月30日、グランフォードパークで行われたエフルトロフィーのハートリプールユナイテッド戦でプロ初出場を果たした。その試合、チームは2から0で勝利した。2012年1月、サウスポートにローン遺跡。その後ハローゲートタウンにローン遺跡をした。ハローゲートタウンではホームでのボクソール。 モーターズ戦において初出場を果たしたが、その試合は1から2で敗れた。2012年5月にスカンソープから放出された。2012年9月にヒンクリー・ユナイテッドへ加入した。ホームでのハリファクスタウン戦で加入後初出場を果たしたが、チームは0から2で敗れた。2012年10月、ドロイルスデンに移籍した。2012から13シーズン終了後に、 バックストンに移籍し、2シーズンの間プレーした。2014から15シーズンには、チームのシーズン MVP に選ばれた。2015年6月、FA トロフィー優勝チームのノース・フェリビー・ユナイテッドに、移籍をした。チームは、ナショナルリーグ昇格を果たし、パーマーは、クラブのシーズン MVP に選ばれた。そのシーズンの終了後、同じナショナルリーグのギーズリー AFC へ移籍して、 そこで2シーズンを過ごした。2018年7月、パーマーはストックポートカウンティに加入した。彼はチームのナショナルリーグノース優勝に守備陣の一角として大きく貢献した。また、キャプテンのポールターンブルが不在の際はキャプテンを務めていた。2019から20シーズンにはさらに守備陣での存在感を高め安定したプレーを見せた。また、 ディフェンダーながら5得点を挙げており、これはクラブで3位の記録であった。ありがとうございます。